山梨県八代郡の範囲八代郡は山梨県にあった郡。消滅時の郡域は下記の区域にあたるが行政区画として確定されたものではない。駒郡、山梨郡、鶴郡と共に海洋郡とも呼ばれ、駒郡、山梨郡と共に甲府盆地に存在する国中山郡の一つであった。甲府盆地内縁から海の南部の山岳地帯にあたり、 北部を山梨軍、西部を駒軍、東部を鶴軍、南部を駿河国と接する。山梨軍と同じく、カイノ国の国府が置かれていた。なお、十、ア田タ省では、山城軍と記載されている。八代軍の軍名は、山城軍がなまったものと推測されている。古代の律令政下では、地方制度として国軍制が施行され、カイノ国では、 八代軍を含む4軍が設置される。八代軍に関する所見資料は、俗日本期、神語慶雲2年5月28日上とされる。軍域のうち、白井号に否定される、甲府盆地南部の村熱丘料は、海長静河古墳をはじめとする機内の影響を受けた、古墳前期の大型古墳が分布している地域で、伝統的勢力の根拠地である。古墳時代後期の甲府盆地においては、 盆地南部の伝統的勢力の衰退後に、盆地各地へ、古墳の分布が拡散し、6世紀後半段階では、盆地東西に二大勢力が出現する。八代軍域にあたる笛吹市三坂町井の上には、名手とされるバーツ家古墳を築造した勢力と、駒軍域にあたる甲府市千塚の下ボーナツカ古墳を名手とする勢力が対峙していた構造が指摘されている。七世紀には、 山梨軍域にあたる笛吹市カスガ地区において、白宝器の古代寺院である寺本廃寺を創建する勢力が出現しているが、国軍編成にあたり盆地シャックの在地勢力が立軍に携わっていた可能性が考えられている。八代軍の軍が所在地は不明であるが、八代軍がについては、笛吹市八代長工家を軍家が鉛化したものであるとする説があるほか、 同志八代町米倉には飛んでん、三宅跡が存在したという伝承があり、同志八代町長井の湯河寺には奈良時代の祖造編が伝来し、境内からは同時期の布目瓦が出土していることから、周辺は八代軍における政治的中心地であったと考えられている。古代海の国においては山梨軍が政治的中心地であったと考えられており、 山梨郡山梨里に否定される笛吹市春す地区には寺本廃地や灌外石が分布し上里政治割も見られることから国府所在地であったと推定されている。一方、和名類受賞においては国府所在地を八大軍としており、八代郡八代里に否定される笛吹市三坂町国賀はその遺装地であると考えられている。三坂町国賀は 八代軍と山梨軍、井上郷との軍境付近に否定されることからも、春日井地区を前期国府、三坂町国画を後期国府とし、前者から後者へ移転された可能性が考えられている。平安時代後期には10世紀初頭に成立し、国中三軍に伝授が分布していた市川僧が存在し、中世には伊沢隆武田氏の本拠であった。 伊沢送り屋や,や金沢流北条史料であったと考えられている伊沢僧、天皇慶良の沈太王僧、古代には在庁肝人さえぐさの基盤であった八代僧のほか、高山僧や石橋僧、井上僧などの存在が見られる。和名将国軍部においては、八代は夜豆の漁と訓じられ、軍域は旧東八代郡西八代郡全域から南駒郡美野部町 南部町の藤川左岸、藤川口湖町の聖湖付近までが否定されている。八代里、長江里、白井郷、沼尾郷、河合郷の郷の環境を持っている。所属町村の変遷は、東八代郡軍発足までの遠隔、西八代郡軍発足までの遠隔をそれぞれ参照。ありがとうございます。